ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私、芸能人の中で一番安泰なのって、モノマネタレントだと思うんだけど。なぜそう思う？だってモノマネって特技はなんだかんだ強くない？注目を浴びやすいし、受けやすいし、定期的にモノマネ番組ってやってるし、比較的消えにくいジャンルだと思うのよね。霊夢よ、それはまるっきり見当違いだぜ。モノマネタレントだって生き残るために必死だし、人気が急降下して消えていったタレントも少なくないんだ。やはり芸能界は仁義なき戦いなのね。どんなモノマネタレントが消えていったのかしら？よし、じゃあ今回は消えたモノマネタレント4選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、荒牧陽子さんだ。圧倒的な歌唱力で有名だったよね。ああ、2011年に放送されたバラエティ番組、スタードラフト会議で、平原綾香さん、倖田來未さん、レディーガガなどのモノマネを披露すると、あまりにも上手すぎる歌唱力、色気ある美貌から多くの人々を魅了し一気に大ブレイクを果たしたんだぜ。まさにモノマネ新女王の名にふさわしかったよね。そんな彗星のごとく現れた荒牧さんだったが、2013年頃から芸能活動を休養し、テレビから姿を消したんだぜ。活動休止には何か理由があるの？その理由は喉や体調、メンタルの悪化と説明していたが、本当の原因は別にあったんだぜ。公表できないような理由なのね。何かしら？その原因は不倫の末の略奪婚と言われているんだぜ。芸能界のご法度に触れてしまったのね。お相手はどんな方なの？その男性はテレビプロデューサーだと言われているぜ。不倫略奪婚の経緯を時系列で解説していこう。荒牧さんがスタードラフト会議に出演したのは2011年7月、男性プロデューサーが前妻と結婚したのは2011年8月のことだ。この時、荒牧さんは披露宴で歌を披露しているぜ。この段階ではさすがに不倫は始まってないよね？ああ、二人の不倫が始まったのは、2011年12月頃からだと言われているぜ。結婚からわずか4ヶ月で始まっていたのね。しかもこの時、前妻は妊娠中で、子宮を摘出するほどの難産だったそうだぜ。そんな大変な状況の時に不倫するなんて、男性プロデューサーも荒牧さんもどんな神経しているのか理解に苦しむわ。そして2012年2月に長男を出産し、病院から自宅に戻った前妻は、自分のものではないつけまつげを発見したんだ。100万歩譲って不倫を許せたとしても、自宅で不倫なんて一番やっちゃいけないやつでしょ。せめてバレないようにやりなさいよ。一部では荒牧さんがわざと証拠を残すためにつけまつげを置き忘れたとも噂されているんだぜ。これが略奪婚の作戦だったとしたら、荒牧さんってかなり恐ろしい人だわ。浮気を直感した前妻が男性プロデューサーの携帯電話をチェックしたところ、荒牧さんからの不倫を匂わせる怪しいメールが次々出てきたんだ。出産するために家を開けている時に不倫された奥さんにすれば怒り心頭だろうね。ああ、二人の関係を知って当然のごとく激怒し、2012年5月に離婚が成立したんだ。一連の経緯は週刊誌で報道され、荒牧陽子さんは世間からとてつもないバッシングを浴びることとなり、2012年11月に荒牧さんは芸能活動休止を宣言したんだ。せっかく手に入れた輝かしい地位を手放すことになったのね。そしてその1年後の2013年5月に、荒牧さんは男性プロデューサーと結婚しているぜ。荒牧さんもよくこんな男性と結婚したわね。まあ、荒牧さんも事情を知った上で不倫していたから、お似合いかもね。その後はどのような活動をしているの？2014年に芸能界への復帰は果たしているが、不倫略奪婚でイメージが地に落ちた荒牧さんを使いたがる番組はなく、テレビで見かけることはなくなったぜ。現在はディナーショーなどをメインとして活動しているようだな。不倫は芸能界ではかなりのタブーだからね。以前と同じように活動することは、なかなか難しいだろうね。続いて紹介するのは、福田彩乃さんだ。長澤まさみさんやローラのモノマネで一躍人気者となったよね。ああ、バラエティタレントとして活躍するだけでなく、朝ドラ、マレや映画、ヒロイン失格などに出演して女優業もこなしていたぜ。幅広く活躍していたのに、テレビで見なくなってしまったよね。何かあったのかしら？福田さんがテレビから消えた理由の一つに、芸人の有吉弘行さんにキレられたからという話があるぜ。有吉さんと言ったら今や大物芸人の一人だよね。そんな人にキレられるなんて何をしたの？有吉さんと福田さんが共演した際に、福田さんは、日焼けしたら女優業に響くと発言し、ロケを中断させたことがあるそうなんだ。
いや、あなたの本業は芸人さんでしょうが。そう、特に有吉さんは体を張って仕事をしてきた人でもあるから、この発言で相当怒りを買ってしまったようだぜ。というか仮に女優だとしても、一度引き受けた仕事やり通すのがプロでしょ。さらに有吉さん以外にももう一人、吉本芸人の東野幸治さんからも共演 NG を出されているようなんだぜ。これまた大物芸人の方だね。東野さんには何をやらかしたの？とある番組で共演した際、モノマネを披露した福田彩乃さんだったが、ひな壇の芸人からの反応が一切なく、司会を務める東野さんも一切フォローしなかったようなんだ。この状態に耐えられなくなり、本番中であるにもかかわらず号泣したそうなんだぜ。理由はどうあれ、お笑い芸人が本番中に泣くなんてプロ意識が欠けているわよね。さらに後に番組で共演した際、ネタが滑ったのは司会をしていた東野幸治さんのせいだと発言したんだ。おお、仕事ができなかった自分の日を大先輩になすりつけるなんてプロ失格だわ。しかも笑いになるならまだしも、このやりとりさえもダダ滑りだからな。東野さんは、あいつはやりづらいから、もう呼ぶなとまで言ったそうだぜ。また、福田さんはモノマネタレントの大御所であるコロッケさんからも嫌われているそうなんだぜ。同じモノマネタレントなのにどうして？ある日、偶然雑貨店でコロッケさんと鉢合わせた福田さんは、嫌なことがあって落ち込んでいたため、思わずその場でコロッケさんに相談を持ちかけたんだそうなんだ。モノマネの大先輩だし、聞いてもらいたいことがあったんだろうね。ところが気がつくと2時間が経過し、雑貨屋は閉店時間になってしまったそうなんだ。長いわ。結局コロッケさんは長時間にわたる立ち話に付き合い、目当ての商品を購入できなかったそうだぜ。これは芸人以前に、人として他人に対する配慮に欠けているよね。これだけの大物の方々に嫌われてしまっては、芸能界から干されて消えたと言われても納得だわ。続いて紹介するのは、青木隆二さんだ。美空ひばりさんのモノマネで有名だったよね。ああ、加えてルックスはビーズの稲葉浩二さんを思わせるほど端正で、女性ファンから絶大な人気を誇るモノマネタレントでもあったぜ。技術、ルックスともに申し分ない素質を持っていたのに、どうしてテレビで見なくなってしまったのかしら？青木隆二さんが消えてしまった理由としては、健なお子さんへの無礼な態度が挙げられるぜ。二人に何があったというの？青木隆二さんはモノマネで高い人気を誇る一方で、シンガーとしてリリースした CD の売り上げが予想より低迷気味だったんだ。そこで中居正広さんが MC を務める、金曜日のスマたちへの2014年放送の企画で、健なお子さんから歌の指導を受けることになったんだぜ。健なお子さんはバラエティのイメージが強いけど、本業は高い歌唱力を持った歌手なんだよね。ああ、実は青木隆二さんが所属している事務所の代表は健なお子さんの夫という縁もあり、健なお子さんもレッスンに参加することになったんだ。健なお子さんから見て青木隆二さんの歌はどうだったのかしら？健なお子さんは青木隆二さんが歌手として売れない理由を、心ではなく技術で歌っているからだと言い、詞を大事にして、真剣に大事に歌ってほしいと、熱心に指導を行ったぜ。ところがレッスン開始から1時間が経過した頃、指導され続けた青木隆二さんは、カメラマンに、この番組の撮影、どれだけやりたいんですか？どれくらい欲しいんですか？と、愚痴っぽく話したんだ。なんて傲慢な態度なの。みんなあなたのために時間をかけてくれているのに。この言葉を別室で聞いていた健なお子さんは激怒し、本人に頑張りたいという思いがないならと番組側にも判断され、この企画はお蔵入りになったんだぜ。そしてこの出来事を境に、青木隆二さんはバラエティ番組の露出が急減していくんだぜ。所属事務所の代表が健なお子さんの夫だもんね。この一件で仕事を減らされても不思議ではないわ。事務所としては、無礼なタレントを出してトラブルを起こしたくないし、制作サイドとしても、扱いにくいタレントは避けたいところだからな。そして2016年には、グラビアアイドルと飲食店勤務の女性と二股交際していたことが報じられ、さらに心象を悪くしてしまったんだぜ。いくら類稀なる才能を持っていて容姿が端麗でも、先輩に対して失礼で女癖が悪い人がやっていけるほど芸能界は甘い世界じゃないよね。最後に紹介するのは、吉村明宏さんだ。和田明子さんのモノマネで有名な人だよね。ああ、吉村さんは和田明子さんのモノマネの第一人者で、あんのっころっぱー、は、はーひふえほう、などの、ギャグを入れた和田明子さんのモノマネが人気だったぜ。和田明子さんにも気に入られ、
アッコにお任せでは13年間レギュラーを務め、自身の冠番組を持つまでになり、最高月収は1000万円に達したそうなんだ。そんなに売れていたんだ。最近ではめっきり見なくなったけど、何が原因？吉村さんは2016年のテレビ朝日系、しくじり先生俺みたいになるなに出演した際に、芸能界から消えた理由について語っているぜ。その理由は、和田アキ子さんの隣にいただけで、自分まで依頼と勘違いして威張ってしまったことで嫌われ者となった、というものなんだ。売れたら誰でも少なからず天狗にはなりそうなものだけど、吉村さんのは特にひどかったのかしら？ああ、この台本、何が面白いの？とダメ出ししたり、番組の内容を説明されて、お前がやれと切れて帰ったり、もう取れ高、十分だろと勝手にロケを切り上げるなど、威張り放題だったらしいな。そんなの 100% スタッフに嫌われるでしょ。ああ、スタッフに嫌われた吉村さんは、アッコにお任せを含むすべてのレギュラー番組を降板し、芸能界から消えることになったんだぜ。アッコさんの七光で築いた芸能界の地位は一瞬にして崩れ去ったんだね。自業自得だからしょうがないけど吉村さんは現在何をしているの？現在はパチンコ店の営業や結婚式の司会、ローカルテレビの出演などが主な収入源だそうだな。もちろんこの収入では厳しいため、貯金を切り崩しながら生活をしているそうだぜ。ちゃんと貯金していたのは偉いね。いつ何が起こるかわからない芸能界では、常に謙虚な姿勢と、貯金が大事かもね。以上、消えたモノマネタレント4選を紹介したぜ。みんなモノマネ以外のところで評価を落として消えてしまった感じだね。モノマネのスキルは一級品なのに、もったいないわ。モノマネっていう才能一本でやっていけるほど芸能界は甘くないんだろうな。才能にうぬぼれていると、痛い目に遭うぜ。芸能界に限らず、どこの世界でも必要最低限の社会的礼儀やマナーは覚えた方が身のためだね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。